私の遺言。聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが、共鳴する12体のゴールドクロス、育成層の時を超え、サンクチュ、聖夜たちは陣馬宮を見上げ、束の間、戦いの始まりとなった。しかし、刻一刻と消えゆく日時計は、そんな暇すら与えてはくれない。3人は、アイオロスの死を悼みつつも、陣馬宮へと乗り込んだ。これは、サジタリアスのゴールドクロス。そうか。さっきこの陣馬宮へ入っていった光はこのゴールドクロスだったんだ。うん、サジタリアスのクロスが動いてる。何？まるで聖夜を狙っているかのようだ。バカな、一体どうしたって言うんだ。クロスの弓が動いた。聖夜、危ない。これは矢が破壊した壁の亀裂の下に何かあるぞ。どうやらアイオロスの残した言葉のようだな。氷河。よかった、無事に天下地球を抜けてきたんだ。サジタリアスのゴールドクロスは聖夜を狙ったのではなく壁に刻まれた。ここを訪れし少年たちよ、君たちアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちを、永久に誰も訪れないかもしれない。アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナはこの先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。